ミットの代表ハッタです。ユルク代表サマイです。甘えのないちょっとこう本気な状態でみんな挑んだ方がユルクとしては成長するんじゃないかっていうのもあって、まあ、今回東京に出店するっていうのが割と一番の挑戦かなっていうところと、アパレルとネイルとワンフロアで50坪ってやるので、まあ、それも今までやってないので、まあ、全国的にもなかなかない形なのかなとは思うので、まあ、それの新しい形を美容業界の中でも一つの例としてこう作り上げていけたらなっていうのが自分の中で挑戦していることかなと思います。まあ、今年の冬に今のエリアに2店舗目の出店をするんですけど、正直自分の中でも早いかな、だいぶ思い描いてた未来とはずれてきてて、なんかやっぱりその僕がというよりリットというお店がやっぱりうまくいってるっていうか、みんなにすごい愛されてて、今人気があるっていうのは結局人に恵まれて、運が良くてっていう、なんかただ本当にそれだけなのかなっていう。みんなもちろん頑張ってるけど、やっぱりそういう人たちっていっぱいいるし、その中でやっぱり同じような目標があって、同じ船に乗って、遠くに行きたいっていうスタッフが集まったっていうのが本当に幸運なのかなっていうところがあって、今順風満帆で進んでるので、この勢いがあるうちに、どんどんみんながやりたいことを叶えていきたいなっていうことで、出店っていう形なんですけど、でも元々は今のお店が8席あるんですけど、本当に一番最初から決まってたスタッフって僕と伊藤真央さんだけだったので、2人だったんですよ。多分2年後とかには5人とかになってみたいな、3年後ぐらいに新卒とか取り始めてで、8人とかになったらいいよね、そしたらもう出さなきゃいけないから、3年目とか4年目ぐらいにはちょっとずつなんかそのお店の中のやっぱシーンってあるじゃないですか、自分のイズムじゃないですけど、なんかそういうのがやっぱ伝わってくるのってちょっと時間がかかるよねっていう話だったので、ある程度最初からちょっと広めのサロンを探そうっていう風には言ってたんですけど、なんか本当はだから4年目とか3年目ぐらいかな、1年も早まったかなっていう感じなんですけど、でもあれですもんね、お店出される前から東京に出したいって言ってましたもんね。あ、よくご存知いやでもなんか夢は最短でみたいなのが割と自分の中でなんか響いてて、誰かが言ってたやつなんですけど、10年とか3年とかなんか期限を決めると逃げちゃうから、できるんだったら今やれよみたいなっていうのを誰かに言ってたんですよ、テレビで。あとはちょっと自分自身もどうなんでしょうね、なんかゆるくの可能性みたいなのが正直もうもはやよくわからない状態になってて、どこに向かってんのかみたいな大きく言えば分かってはいるんですけど、そのなんかいくつかの中で、あ、こっちの方に行くんだなっていうのはなんか自分では決めてるんですけど、スタッフの夢を叶えるっていうのはやっぱりマストでやっていきたいところなんで、その面貸しとか独立とかなんかしたいって思わないでしょうっていうぐらい素晴らしい環境にしちゃうと絶対しないと思うんで、だからそれをなんか思わせる隙間を与えないぐらいのものを与えたらいいのかなっていうのはすごく最近はどんどん新しいこと出てくるから、やっぱ注目されなくなってくるんで、どんだけ注目され続けてかっていうのが、やっぱすごい大事なのかなって。なんか澤井さんって結構ポジティブな可能性とか未来とかそういう風なことを多分考えてるタイプなのかなって思うんですけど、めっちゃ不安なんですよ、もう本当にいや本当にそうなんですけど、なんか自信がなくて、自信もないし、なんかなんだろう、ある程度やってきたらやっぱりなんか経験とかもあるんで、なんとなく予測はつくんですけど、自分はすごいみたいな感じには絶対思えないし、なんかお店はいつまでたっても大丈夫だっていうその安心感も持てないタイプ。それは持ってない。それは持ってない。それは多分誰も持ってないから大丈夫。みんなそうですよね。でもそこ不安しかないです。だからこそがあるかもしれないですね。なんかそうです、このうまくいってたりとか、日々の生活がサロンワークなりお店の発展なりうまくいってる時に、うまくいってるんですけど、あれこのままでいいのかな、もしかして来年には
一気に環境変わっちゃうかも。ずっとモチベーション高くいられるようになったりとか、どんな環境でも頑張っていけるようにっていうのを作っていくっていうのがやっぱ責任かなっていうのはすごい思ってて、結構その楽しいとかやりたいとかみんなのためにっていうのもあるんですけど、やっぱりそのいかにその自分が安心していられるかっていう部分での挑戦はすごいあるかもしれないですね。まあ、なんか波のなんか乗ってるよねみたいなの言われるじゃないですか。言われるでしょ絶対言われてると思う言われてると思うんだけど、うちも言われるんだけど、はい、でもなんか起こしてるじゃん、何かしらなんか出すとか、何もやんないと波も起きてないんで、うんうん、ね、沈んでっちゃうと思うんで、そのなんか波を起こさないとみたいなところはすごい感じるし、なんかあこれビッグウェーブだっていうのに乗ったって感じじゃないですか、うん、それを今だみたいな感じで多分 やるのかなっていう感じが、あのさっき聞いてるのだと。そうですね自分だと必死なんで、あんまその実感が湧かないですけどね。いやいやいや、終わってみると確かにそうだったなって気づくことはたくさんありますよね。あとはもうなんか名古屋のね、中だとすごいジャストなところを一番いい形でなんかいい発信をしてるような気がするんで、でもこれはこのなんかお世辞とかじゃなくて、ゆるくさんがなかったらうちもちょっと油断してますよ絶対に油断してる、油断してますね。もうなんかなんとなく大丈夫なんじゃないかなみたいな、なんかわかんないですけど、その多分今で出店とかはすごい多いですけど、やっぱりなんか沢井さんってもう頭一つ抜けてうわーってなんかそのうまくいってるとかお店がすごい順調とかもあるんですけど、やっぱりその挑戦をしてる、さっきの質問の意味で言ったら挑戦をすごいされてるサロンだと思うので、なんかそういうところがやっぱり周りに近くにあるってだけで、なんかこっちとしてはなんか無理やりそのなんだろう、そっちの環境に引っ張られるというか、やっぱなんだろう、まあ、もちろん別物だと思ってるんですけど、あの目指すところがやっぱ違うと思うので、それぞれ多分スタッフとオーナーによっていろんなお店がいろんなところに出せると思うんですけど、やっぱりその美容院っていう枠で言ったら、やっぱりその周りにその緊張感があるその売れてるサロンがあるのとそうじゃないのって多分全然違うと思うんで、ゆるくさんのおかげですね諦めないですね、絶対に諦めないかもしれないです。なんか本当にさっき言った自信がない話につながっちゃうんですけど、もう僕なんかええ下手なんですよ。で勉強できなくて、うん、運動もできなくて、歌も下手なんですよそうだったやばいじゃないですかでも生まれてから得意なことが本当なくて、もうできないことがずっと当たり前だったんですよ、何でもかんでも。で特にその子供の頃って今言った全部が何かできないとやっぱりみんなのヒーローになれなかったじゃないですか。だからなんかなりたいんですよ、憧れはあるんですけど、でもやっぱ慣れなくて、 できなかったからこそなんかもう人と同じだけやっててもダメだなっていうのがもう昔からあって、でなんか続けることしかしてこなかった、途中で辞めるっていうのがあんま選択肢なくてできないままだったんで、だからなんか今自分がそう客観視して思うのはその、まあ、不器用なりにもうなんかいろんなことを続けてきてよかったなっていうのはすごいなんか自分がの、まあ、長所というかかなっていうのは客観視して思います、ね、有言実行を確実にするって感じですかね。なんで、まあ、言ったことには必ず責任を持ってやってるので、逆にやれないことは言わないようにしてるので、出すよって言ったら出すし、あのこれやるよって言ったらあの必ずやるし、そう一回言ったことに関しては結構すごいスピードでこなすかなっていう感じですかね。なんで逆にその有言実行してない人を見るとかなりちょっと言いたくなっちゃう、うん、でそのスタッフの子たちがいて、で僕ができないことをやってるから挑戦っていうのはなんかしないよりは絶対にした方がいいかなって。